はい、皆さんおはようございます。今回の問題は赤色面積を求めようというところで、三角形あって2本の線で4つの区分をしたときに、ここの赤色面積を求めようという問題となっております。それでは、シンキングタイムスタート。はい、どうだったでしょうか。この問題は連立方程式の問題となっております。はじめ補助線を引いていきます。こんな感じで補助線を引く。その時にここを X、 ここを Y とする。そしたらどんな考え方をするかというと、透析変形の考え方をします。ここを A とする、ここを B とする。その時にここの三角形でここの面積とここの面積を考えます。で、今から割合を求めていくんです。三角形の透析変形って高さが同じの時に、例えば A と B の時はこれも A 対 B になります。なので、例えば A 分の B するとここの面積全部総和したやつを割り算すると、同じようにこれも A 分の B なんですよね。これも一緒の割合なんですよね。なので今から割合を求めていくと、たら A 分の B、 B というのは XY たす 4、 A というのは6たす8です。 A 分の B の割合、これも面積と面積を割ったら割合になります。またもう一個なんですが、ここの三角形を見たときは6分の X でも A 分の B の割合になります。ただ6たす8は146なので、両辺に42倍をすると 3X たす 3Y たす12は 7X というここの等式ができます。これが一つ目の式。これをきれいにすると 4x-3y イコール12という式が出てきます。これ一番しましょうか。はい、それじゃあその次なんですが、逆側、ここ C にして D にする。では割合を、D 分の C という割合を求める。最初大きな三角形、この三角形とこの三角形の面積の割合を求める。そしたら y たす x たす6、まあ x たす y たす6、4たす8、面積を面積割った割合、これ割合一緒ですね。またここの三角形を見たときに、ここの三角形 y とここは4なので4分の y、ここ12で4なので12倍する。 X たす Y たす6は、はい、3Y になる。そしたら、きれいな式するとマイナス X たす 2Y は、はい、6という式ができる。これを2番にする。そしたら丸1番と丸2番で、計算するときに丸2番を4倍すればいいので、はい、4倍すると y は 7.2 ってことは分かる。なので 7.2 をここに代入すると、ちょっと計算間違えしたのでもう一回ここだけやってます。ここに 7.2 を代入すると、はい、こんな形になります。そしたらこれを移行すると 6-14.4 ってことは x は -8.4 ってことは x は 8.4 ってことになります。なので 8.4 と 7.2 を x たす y は 8.4 たす 7.2 ってことは 15.6 平方センチメートルが正解となります。
はい、それじゃあ動画切り替えます。はい、どうだったでしょうか。今回の問題の三角形の問題は結構難しい問題です。この時に一つは面積の割合、透析変形のイメージをすること、それを用いながら連立方程式を解くことっていう問題でした。今回の問題は塾でもそこまで出てこない問題です。結構難問ですので、この問題が面白いと思いましたらグッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画も面白い問題見たいなと思いましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは面白い問題、それから次の授業で。それではまた。ご視聴ありがとうございました。今回の問題面白い、分かりやすかったグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。